相手投手も粘り強く投げてたので、はい、負けないように投げました。ピンチの場面もありましたが、今日ご自身の中で何が一番良かったと感じてますか？ストライクゾーンに、どんどん投げていけたので、まあ、それが無視点、まあ、ギリギリにつながったかなと思います。7回に3塁2塁のピンチがありました。あの場面どのような意識を持って投げていたんでしょうか？もうヒットが、出たら良くなったので、とにかく全力で、気持ちを出して、思い切り投げました。7回無失点でした。8回以降の続投もファンの方、危なかったという方もいらっしゃると思いますが、山本氏の心境はいかがですか？そうです、まあ、そこは本当に任せますので、はいはい、まあ、ただ、最後まで投げれるように、しっかり練習しています。その後急にさ、さあこれで引き分けを挟んでチームは5連勝となりました。特に今週でも素晴らしい活躍が見られているかと思いますが、現状今チームの投手陣どんな雰囲気ですか？もう一人一人が、必死にやってますし、まあ、その中でしっかり、シーズンを楽しんで、できていますし、はい、皆さんの声のおかげで、はい、楽しんでやっていただいております。さあ今日もライトスタンドをはじめ多くの応援のファンの方が詰めかけています。最後にファンの方にメッセージをお願いします。今日も、暑い中、